ちょっと待って。出てる？出れてる。あ、どうしたの？降りて ご報告だけあるので。はいはいはい。ちょっと今、なんだっけ。あ、まあ、3時くらいまでいるはず。あ、オッケーです、オッケーです。それまでに連絡するようにします。はい、あ、まあ、まあ、最悪は伸ばせる、全然。オッケー。はーい。乗せてく？あ、乗せて乗せて。駐車場、レギオン。ちょっともう、世界が、ちょっと。世界が騒がしい。変えたばっかで、いろいろ。あ、なるほど。初期設定がもう、ぐちゃぐちゃで。ね、忍び、めっちゃ出るようになった、スピード。多分バイク全般曲がんないから気をつけて。あのちょ、カナ君は行かないよね、多分行くなら。なんか街もう終わってんだけど、治安が。ああ、構想してたからね。もう終わるよ。でも、あ、なんか今目の前で大変なこと起きてたけど、まだ終わってはないの？7時までらしいから。あー、なるほどね。最後の話だよ、それで。話って最遅3ヶ月以内くらいにアルカナをまあやめようと思ってましてですね。はいはいはい、はいはい、というのがまあちょっとギャング立てる運びになりまして、うんうんうん、大きな事業今後やりたいなって時に深くまでちょっともう噛めないよっていう、抜けた後にその引き継ぎとかできないから抜ける時に、はい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 、うんうんうん、すごくいいタイミングのがすごい早いタイミングで来ちゃったので、うん、うん、やりたいことやってこようかなと。でも簡単に抜けらんないよって言ったよね言った？最初入るときに簡単に抜けらんないって言ったよね。言ってないよ。言った？最初に話したよね。おお、というと？やっぱ契約書にはサインしてもらってるからね。いや、俺が寝てる間にされてるマジや。そんな簡単に辞めるなんて言ってもらっちゃ困るよ。話がちげえな。逆だったんだけどな。ねえ、どうするんだい、そこは。どうけじめ、落とし前つけるつもりなんだい。小峰を置いていきます。え小峰さん。はい。小峰さん。どうしました？小峰さん。僕の分まで働くので、小峰は。いや、小峰さんも働く。いや、そんなんじゃ。部下たちに示しがつかねえな。いや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 、いいじゃない別に。コンビネ永住でも。あ、いや、その抜けてギャング立っても、抜けないでギャング立ってもいいし、抜けてギャング立ってもいいし。あ、抜けないで。うん、それはユニオン同行も大丈夫なの？あ、いや、ユニオンあれ鍵だからね、別に。ただの、ああれなんかつけないで済むならつけたくないものだもんし、そこに関してはどっちでもいいよ。あ、なるほど。てかぶっちゃけ他のギャングにもいるし。あ、まあまあまあ、うん、あ、ただね、アルカナに情報共有とかあんまりできないなと思ってて。あ、まあまあまあ、うん、っていうのをまあどうせ入ってくるし。まあそうだね、いつか入ってくるは入ってくると思うけど、任せる。そのやりやすい方でやったりとか。てかアルカナも途中で多分ギャングにシフトする可能性あるし、うん、なんかしたいことを追いかけてて。あ、多分ギャングはしばらく先でしょ、多分。多分だけど。いや、どうだろうね、分かんないんだ。むしろなんならこっちの方が先の可能性すらある。そんなことある？今いいタイミングだからな、この後どう動かすかってちょっと話し合ってたんだよ。あ、全然人いないよ、でも多分。あ、でも、うん、いいんだよ。その、既存のメンバーだけでしか考えてなかった。あ、なるほどね。あるとしたらだけどね。か、そもそもアルカナ自体を解散するか、どっちかで考えてるな。あ、なるほどね。3本、3個ぐらいで道考えてるから。うん、誰か連れてく？アルカナ。連れて行きたい人とかいる？いや、一旦ね、その、うん、アルカナからは誰も連れていかない予定ではいる。誰いんのかも分かってないから。あ、まあ、そうなんだけど、知ってる範囲でね。うん、知ってる範囲の人はもう触んない予定。うん、コミでも触んない。あら。まあ、ツンは個人やりたそうだから。どうなんだろう、ツン僕は辞めろって言ったらいつも辞めますって言ってた。そうなの？うん。さらっと個人まだ、あの、ギャングとか戻るつもりないんだよね。あ、でもな、言ってたな。個人楽しそうみたいな。うん。
ってたら個人楽しいだろうしって言ってたから、まあじゃあそれでいいかなって。まあ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 本人たちがいいのであれば、うん、コミネには立てるってまだ言ってなくて。うん、まあ誰にも話してないの？いや、まあ、ギャングで言うとバンさんには話したかな。うん、で、3ヶ月後ぐらい、うん、最遅で、うん、なるほどね。まあ、一旦クローズドな話でみんなには、うんうん、考えてもらってる。共有する必要はないから、僕も誰かに話すとかはないかな、うん。まあでも、そのギャング立てるのが確定してるのであれば、もう今日付けかな。あ、オッケー、じゃあ今日付けで、うん、表向きは多分だけど、表向きは、うん、なんだろう、抜けてからすぐ他のギャングになったらまた癒着を疑われるだろうから。ああ、そうだね。ハンさんのことを知ってる人にはもういなくなったよって言うかな。うん、お祝いじゃん、さなくん、はいはい、お祝いじゃん、新たな門で。俺、かなくんのバイク乗って花屋さん来て鍵ないから動かなくなっちゃった、ごめん。置いといていいよ。ありがとう。ただもしかしたら個人的に傭兵呼ばれて一緒になることあるかもしれないけど。あ、まあ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 、その時は全然いい感じかな。うん、別に何だろうなんか おめでとうおめでとうって感じかな。なんか困ることないよ、私的には。あ、なのでコミネをよろしくね。うん、まあコミネさんたちも、コミネさんたちがしたいようにしてもらったらなって思ってる。多分ついてくんじゃないかな、何するにしても。どうだろうね。どっか行くまでいよっかなの人が多いから、一旦コミネは今うちでは考えてない。まあまあまあ、そこら辺はまた設立近くなってとかもういろいろあるだろうし、現状ね。何個目のギャングになるのかな。あと1枠とかしかないんじゃないか、下手したら。あ、まあ、うん、1枠しかないね。早めに言っとかないと。あ、でもそこら辺はなんかうまいこともうなんとかやっております。あー、でももうなんか大丈夫そうなんだ。大丈夫そう。なるほどね。うん、まあ別に最後ギャングできなくても、まあなんかしたいことがあるんだね。あ、そう、人が必要なだけだから。だからまた一気にギャング立つね。 2,3 ギャングぐらいまた立つのか、この多分3ヶ月以内で。うん、懐かしい。一気に立って何個か消えるんだよな。まあ仕方ないね。うん、他に逆に目処はついてるの、メンバーの。これから。あ、まあ多少って感じ。いいね。まあ一旦初動の最低ラインくらいは大丈夫だと思う。何人ぐらいなんだろう初動。まあ 4,5 人じゃない、客船飛行場できるぐらい。うん、車も大変だしな今。でもめっちゃ楽しいよ。アルカナの目標はあと一つだけだからな。むしろ良かった。あ、そうなんだ。うん、その一つが必要なかったらもう意味もういらなくなるから、ギャングにしてもいいかなぐらいだった。ちょっと街の状況次第なんだよな、結局は。かな。ありがとう。いいよ。はい、またね。じゃあ無線も今からかな。うん、まあどっちもいいよ。なんか表向きはもういないよってするけど、形としてどうしたいかは任せる。困ることないし。俺も C って言うなら傭兵が暇くらいだからな、言うて。まあでもそれこそ傭兵一緒に行くが難しくなるんじゃないかな。そうなんだよね。個人で呼んでもらってバッタリにならないと。でも挨拶とかいるか。誰に挨拶とかいるかな、今アルカナのメンバーに。いらないんじゃね。じゃあいっか。まあ伝えときはするけど、アルカナ、うん、だってそういう感じのあれじゃないしね、うん、まあドライバーとしては別にいつ呼んでくれてもタクシー、うんうんうん、運転手だから、そもそも論金さえ払ってくれればここからでも乗せるから。よい、まあ、一緒に行きたかったなせっかく復帰したのに。まあでもバッタリは絶対どっかであるでしょ、ね、どっかしらであるかもだから。まあ僕1日1回なんだけどね、個人だから。なるほどね。うん、またどっかで。またどっかで。はい、また何かあったら言って、いつでも。はいよ。はいよ、頑張って。また楽しみにしてる、ギャング設立するの。はい、ほな。はい。またね。バイバイ、ありがとう。いや、ちょっと待って、戻ってきて。オッケー。ね、なんか適当な花1本ください。適当な花を1本？一番高いの。一番高いのでも1本5万とかするかな。あ、それで。わかりました。1000球1本作ります。はい。誰かにお渡しされるんですか？あ、そう。あ、了解です。
はい、どうぞ。ありがとう。はい、5万円の請求しますね。よいしょ。もう一人のお客って、かなくんだったん？え？はい、請求しました。あ、どうもどうも。こっちこっち。はいはいはい。世話になった。ありがとうございます。これを、最後に持っていけ。センキュー。あ、もう足抜けすんの？やめな。足抜け。うん。疲れ。疲れね。今のアルカンの体勢に、不信感を覚えて、このままと俺はこんなとこじゃやっていけねえ。じゃあ、はい、どうせ暇つぶしできなかっただけだろう。いや、違うけどね。やりたいことができたっぽい。いいことね。あ、不信感とかじゃない、全然。前向きな前向きな進路変更です。と、どういうことで、うん、やりたいことを実現するために、え、うん、どういうやつ、どういうやつ、おめでとう。はい、またねー。なんかあったら読んでねー。はーい。あれ、はい、はあ、何やるの、うん、なんかやりたいことを。ギャング立てるとかでしょ。ギャング立てるんだって。どうせそんなもんよ。うん、どうせに人少なくて呼ぶんじゃねえよ俺。どうなんだろうね。でもまあ立てるの、すぐとかじゃなくて、もっと遠い話らしいけど。あ、これ内緒ね、ちな。もうしばらく立てらんないでしょ、人いないもん。だったら人を集めらんなくて、頓挫とかありそうだよ。まあどうなるんだろうね。で、一応癒着というか傀儡みたいな形疑われても仕方ないから、その意思があるんだったらその時点でじゃあもうっていう話になって、うん、って感じかな。まあ一旦ね、その方がクリアだし、うん、それこそカナ君がギャング立てたら合流とかするっていいんじゃない。まあ受けるか別だけどね。それはそう。いたらもちろん受けたけど、とんでもね、めんどくせえ状態だったら絶対嫌だ。いや、そうなんだよね。ネガチンピラだからな。まあでもしたいことしてほしいよね。まあね、いいんじゃない。あのケツに火つけられまくって火だるまになって、で、あの全ギャングから追いかけ回される夢叶えに行ったんでしょ。こんな夢やった。常々言ってたよ、全ギャング警察から追いかけ回されたり、ド M 見て夢が。車好きそうだしね。今一番楽しいんじゃないの。なんか店員さんチラチラ見てんの。あ、はい、どうもどうもどうも。チラチラ見てますよね、私たちのこと。いや、なんか、何ですか？違う、出ようかなと思ったんですけど、なんか横通るのもなんか。訴えますよ。いや、お店の前で何ですか？チラチラ見てますよね、私たちのこと。いや、ここお店なんですよ。じゃあストーカーですか？いや、違う、帰ろうかなと思ったけど、本当。なんか結構喋り込んでるんで、なんか。いい加減にしてください。私たちのこと変な目で見てますよね。大丈夫そうですかね。エッチな目で見られた。いや、なんか出るに出られなくて、なんか店の前で話し込んでるから。え、一緒に話す？いや、何話す？何話します？あー、マルーン。はい。まあ、もうこの際だから言っちゃうけど、お前らがなんかこの間会議してるのなんかたまたまちょろっと聞いちゃったんや。お前ら会議室であれしてたやん、うん、あそこに地下あるやん、地下の駐車場に、うん、か外からは防音なんだけど、うん、地下の駐車場入った瞬間に全部乾燥するのね。そうなの。パトカー返しに行った時になんかちょろっと聞いて、なんか気まずい話しとる。え、何話してた、何話してた。言えないです。俺の口から言えないですね。なんかね、もう首でいいんじゃない、ギャハハみたいな話しててなんかギャハハは誰が誰が悪いな。いや、なんかね、そう、誰かは分かんなかったんだけど、でも今日マルンからなんかアンケートもらって何の、うん、するところある。まあ、アンケートもらってないです、ください。アンケート欲しいですか。欲しい。じゃあ警察官についていろいろ聞いてもいいですか。あ、いいですよ。ちょっと、どれだっけ、いろんな人に聞いてたんですけど、うん、立花乱歩と関わりあります。ないです。ないか。パチオ君と関わりあります。ないです。まあ、多少よ、2人とも多少、うん、まあ、どう思いますかっていう、いいところと悪いところを教えてください。いろんな人に聞いてるんですよね、警察官のいいところ悪いところを。その二人がクビってこと？いや、その二人だけじゃない、いろんな人の聞いてるんですよ。その二人しかに。俺は二部くん、いい。二部ラルタル。うん。レース中にさ、一回止められたことがあるんだけど、はいはいはい。あ、はいはい。それはしょうがないと思うのよ。わかんないだろうし。うんうんうん。でも、レース中に止めたのにさ、はい。あ、レース中ですって言って、あ、そうなんですね、うん、すいません、みたいな。じゃあ気をつけてね、お兄さんって言われて、てめえが止めたんだろうみたいな。あと思って、それに関してはちょっとイラっときて。そうですね。ああ、庄司について聞かれたんだ。あ、え、そうじゃないパターンある、一人だけ。すいません、
人だけ？庄司さん以外の。庄司さんだけ。ありがとう。二人とも？あと、はい。はい、どうも。これもでもよく使っちゃうんですよ。お兄さん、お姉さんって。じゃあ、なんで庄司、庄司クビなの？大丈夫まだ言いふらしてないよ。ちょっと。まだ言いふらしてない。大丈夫だよ、丸。さすがにと思って。うん、SK には庄司のこと聞いたり、他のところに例えばボイラ先輩のこと聞いたり。怪しいな。いやでも、うんうん、警察はなんか問題がもしあるのであれば、うん、首にできる組織だっていう姿勢を見せるのも大事。なるほどね。しかも庄司君とか結構頑張って警察になってるから、一回落ちて再チャレンジしてみたいな。なのになんで汚職なんて。汚職はしてないですよ。何があったんだ一体。汚職してない？してるよ。警察同士でいろいろあったりね。その違法捜査を汚職じゃないと言い張るのであれば、まあ汚職じゃないのかもだけど、それやると警察全体があれになっちゃうけど、いいの？ちょっと今僕花屋でしてね。すいません。花屋さん。おいじゃあ名前外せよ。すいません。すいません。花屋でして今。すいませんごめんなさい。花屋の方でした今。あ、なんだ花屋さんか。あ、すみません、それ以上はね、なんか花屋さんに言ってもしょうがないです。そうね、花屋さんに言っても仕方ないよ。しょうがないね。これ以上は言えないですね。個人の感想になっちゃうんで。大変だな。大変だね。はい、頑張って。はい、どうも。大丈夫、言いふらさないと約束しよう。うん、まだ。今後なんか発表することがあったら発表するし、何もなかったら何もないし。よう分かんないですけどね。首とかだと発表しそうじゃない、もうとうとう。そうか。さあ、とうとう、まあ確かに。庄司がさ、なんかその、まあ、表にならずにクビになったとして仮に。まあそうね。警察が俺のことを不法にクビにしたって言いふらしたと思う。もうめちゃくちゃでしょ。そういうのを避けるためになんか公的なあれは出そうだけどね。どうなんですかね。もうさ、赤木蓮倒してお前所長になれよ。いや俺所長になってもですよ。まあ、花屋さんがね所長になっても。うん、何もできないですよ。花売ることしかできないんで。かわいい。オイルリグ着て花売ってくれ。仕事行ってくる。ガトリング。こりゃみんなヘリしか乗んなくなるぞ。バイク曲がらなさすぎるマジで。助けてください。もういいの？どうもドクタークランケです。起きた。 X 何？今電話中です。ねえ X 何買ったの？ねえ多分でけえ船が買えるようになったらその話じゃない。あ、へえ。でかすぎんだろ。あ、ごめんごめん。6億の船買おうと思って今。でっかこれ。バカでかい船。これで今ね、ネネがしかもオイルリグで足ないっていうから迎えに行こうと思うよ。行こう行こうよ。大丈夫？救急隊呼んだんですけど、すげえ遅くて。すいません。通りがかりの人が助けてくれましたよ。そんな気がした。ごめんね。ごめんごめん。慰謝料として、はい、100万円。安い。意外と安いんよ。安い。あ、すいません、すいません。ちょっと乗せてくださいよ。いいですよ。ここまで。ありがとうね、スコさん。この橋渡って左の海岸行ってください。橋渡って左の曲がちょっと、あ、こっち、こっちかな。あ、そうです。100万が安い。手堂さん立派になったね。ん？誰ですか？ん？梨島です。別に安いとかじゃないですけど。テソさん100万円も安く感じになっちゃったんだ。そんなことない。なんか身から出たサビとか、うん、なんていうんですかね、これ、なんて言葉のあや。テソさん5円玉とかもう拾わないんだ。拾いますよ、全然すぐ拾います。1円だってほしい。100万円安いって言ってたよね。いや、違いますよ。冗談ですよ、そんな。そっか、救急隊って儲かるんだ。あ、てか、テソさん、久しぶりに遊び行こうよ。遊びに行くんですか？カジノの掛け金上がったらしい。いくらに上がったんですか？なんか 2.5 億までいけるらしいよ。 2.5 億？うん。行きます。 VIP が5000万とか。ここね、ちなみに。なんかちょっと VIP って、あ、すいません、ちょっと全然集中できてなかった。あ、全然VIP が5000万ですか？あ、でもお金ある？ない？いや、全然お金ないっすね。あ、じゃあ貸せよ。
いやもうそんな、僕はもう足洗ったんですよ、もうそういう借金とかが。いやでもそんな気にしたの、もう給油でしょ、窮地の中でしょ。でもだってもうボーリじゃないですか。ん、ボーリ、すいません、いや違いますよ。はい、もしもし。あ、すいません、あの個人位、あのアンブレラアジトに来れます。はい、わかりました。浮いてね、なんかどこにいますか、か、うん、ちょっと待って、何あれ。はい、もしもし7157に個人一人起こしてください。はい、はい、ちょ、車の鍵貸してよ。ザウザウやん、逃げたりしないですか。しないしない、そんなしょうもないこと。 そうですよね、わかりました。じゃあ何ぼだって、今だけですよ、本当に。ありがとう。これで、あの、さっきの7157にお医者一人呼んでくださいとのことでした。さっきの出現、これで言うしてください。誰も動けないかもです。はい、もう一回、どこって言った。7157。あともうちょっとで着くから待ってて。橋島さん、医者もできるの。あ、そう。あ、でもね、僕それ、ま、近いから行くわ。今、あの、救急隊の車パクった。パクってない？貸しただけですよ。橋島さん？うん？いや、多分ね、海岸沿いに恐竜浮いてて。あ、それです、それです。あ、いた。ザウ！ザウ。もう一人いる。ズンズン。アルス。うえ。飛べ。あ、どうなってんだろうこれ。あ、もう一回か。梨島さん、車ボロボロですよ。頑張れ。梨島さん。あ、これいけるんじゃないですか。あ、いけ。あ、梨島さん、応戦っす。梨島さん。一瞬手錠外せますか。ちょっと。熱くなくなっちゃった。なんか救助遅くなっちゃってすいませんでしたね、橋島さん。いや、いいんだよ。こんないいものくれたし。いや、あげてないですよ。あ、もらったんだ。あ、そう。救急隊の方がね。かっこいい。すごい。ご厚意で。さっきネネのことを、でっかい船で迎えに行こうとしてる人いたけど。その人に今電話したくて。あなた、ちなみに病院前にでかい船泊まってましたよ。でかい船ってなんざあるっす。え、バカデカ戦艦みたいなやつ止まってますよ、ね、え？え？ちょっと待って、ちょっと大丈夫ですか？僕誰だ？終わった。記憶が混濁する。あなたは梨島さんですよ、わかりますか？僕は梨島。恐竜を助けたんですよ、あなた。コウムシコボガイ。救急隊になってるだろ。そうか、鉄道さん、あなたは僕のバディの記憶が混濁しているようです、ね、僕のカジノバディの鉄夫さん。記憶が混濁しているようですね、その通りです。確か100億貸してましたよね。記憶が混濁してます、本当に。借りてないですよ。ナシマさん、治療しましょう。思い出した。ナシマさん、今すぐ治療しましょう。さっきの頭打った衝撃で思い出しました。一目で様子見てるだけだったのに一人落ちた。え、なんでネネが落ちましたよ。なんでナシマさん倒れた。この人何してるの。死んでる。梨島さん何してるんですか。違うです、迎え来てるから。オリオンとちょっと待って、連れてこないで。死んでる。連れてこないで。ねえねえ、今ダメだ、記憶が混濁してるから正常な判断ができない。連れてこないで。梨島さん、あなた病院の人間です。病院に向かいましょう。あれ、ここはちょっと待って、僕は誰ですか。あなたはもういいですか、あなたは梨島。僕は梨島、病院のスタッフです。あ、病院、そうだ、そう、今から病院にこの患者を運びましょう。わかりました。病院ですね。そうですよ。え、あなたは。僕の名前は鉄夫。あ、僕のカジノバディの。カジノバディでもあるか。鉄夫、ここでいいよ、鉄夫さん。ありがとう、世話になった。ここでいいんだよ。記憶取り戻しちゃった。死ぬのか。もう、ね、ありがとう、100億返して。小宮さん、本当にごめん、アンブレラジの前まで来てる。もうでも乗るよ、乗りに行く。今どこにいる。乗りに行くのに今から浦島ってどこ。平常レストランね。分かった、じゃあ今もうジンに行くわ。今分かった。アダルス出血
出血止めれる？なんだこれ、いっぱい来た、いっぱい来てる、なんかサウルス、なんかこれ、なんかあれサウルス、ごめん、間違えて請求書3枚出しちゃった。1個300万だし。4枚コミネさんが高い船乗せてくれるって。おいし、行こう。あ、てか近くあるからちょっと見てくるわ。大丈夫ですか？ありがとう。私のはドクター・クランケ。あ、ドクター・ケイさんだわ。手に乗ってたら強制瞑想になってね。ここで起こしますでしょ。痛い！だからちょっとは痛いよ。やばい。除細動機でいいかな。止めて。すいません。はい。この車ってどなたのですかね。マンブレラっぽい。直してきます。どうなの？直してきます。じゃあ僕ちょっと車直してくるわ。すいません、修理お願いします。はい、少々お待ちください。あ、ジェフ久しぶり。あ、おはようございます、パパ。元気？元気です。2人なんだね、今日従業員。店内人、お客さんもいなくて静かでいいね。あれ、なんかちょっと前まで忙しかったんですけど。あ、そうなんだ。はい、ここに。わきくん、どうしたの？ちょっとこれで見れるかな。聞こえますか？ね、ご飯と水持ってる？ちょっと乗っかかわいいの。あ、持ってますよ。めっちゃ持ってますよ。何個ずついります？ 10 個ずつで。うん、10個ずつで。はーい。あ、じゃあ。はい。ありがとう。お客さんもいないんだね、今日。このバイク誰の？あ、これ我が輩のです。聞こえないから。おしゃれなバイクだな。あ、なんかね、いつの間にかあったんですよ。我が輩って伝えていますからね、目の前にいて。間違えたボタン。ああ、全然いいですよ。あんまいいか。落ちてるバイクなんで。よかった。はい。一旦立て直して。よいしょ。ありがとうございます。理覚は。はい、お待ち。直してきました。送っていきましょうか。あ、これって今どんな状況？今、浦島に向かっています。あ、オッケーオッケー。どこまで行きます？じゃあ、浦島までお願いしていいですか？どこ？会場レストラン。ああ。なんか今日はいろいろあったんですね。バチバチしてました。え、早っ、この車。静かで早い。大丈夫ですか？大丈夫ですか？怪我はないですか？ドクター K。あれ？誰だ？ドクター K が飛んできた。僕って誰だ？え、やばい。あれ？記憶？ここどこですか？ここは。というか、あなたは？ここ私、ウェスカーですね。ウェスカーさん。思い出した、ウェスカーさん。ああ、よかった。あの100億僕が貸してる人。違うと思います。あれあれ、あ、違う。確かに113億は納めましたけど。あ、そうか、借りてはいないはずですね。もう返してもらったの。はい、そっか。なんなら、はい、預けてる、預けてる、そっか、側かもしれないですね。最近なんか回収しやすくなったって聞きました。本当ですか？賭け金が大きくなって。あ、お疲れ様。今ちょうど送ってもらってた。ありがとう。北欧の船買いました。どうです？おっさい。でも面白いですよ。おもちゃ見て見て。船の名前つけようよ。何？名前つけていい？いいよ。じゃあ3時からデッドロック号どう？店開けようかなって。今日店開ける？乗船してもいいし乗らなくてもいい。さあ、突然の傭兵行って RPG 打ちまくろう。あ、いいねこれ。RPG も3本ぐらい持ってってさ。そうこっちが3時からデッドロック号で、向こうが24時間デッドロック号。向こうの方が過酷やん。向こうもう待って待って、あ、やばい、24時間デッドロック号に2人乗ってる。やばい頑張ってね、24時間。やだおい、大川さんの船が矢みたいだろって。名前が悪い。罰ゲーだけど、これで客船の方へ行こうよ、傭兵行こうよ。楽しそう。これ何、どこ向かうの？これさ、直接さ、乗り込めるくね？ねえ、行けそうじゃね？行けるわ。バッカ落ちたけど、海に。落ちた。これ取れるのかな？耐久チェックしてみる？一応手元に爆弾が1個ある。なんで？ちょうど。あ、これ離した方がいいかも。え、こっち行きます？
死にや。耐える。どう？耐える。何歩ぐらい？あ、でも真っ赤っすね。一応真っ赤。二発か。そうっすね。お、いやでも一発耐えるの偉い。うん。買った。一発耐えるのやばい。まあ当たりどころかもしんないですけどね。後ろとかってやばいのかな。なんかこれ図体がめっちゃでかいんで、多分届いてないんですよね。降りれねえ。え？だから24時間降りれない。何も聞かなくなってる。ここ。あれ？なぶ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 な。俺自販機入れてこねえと3時から出てこないから。ここなんで？あ、どん、あ、やばい、痛い、ちょっと痛い、上半身痛い、かなり痛いだろ、上半身これ。あかん、絶滅する、絶滅する、やばい、あ、タロス、もう個人3人のすごいだろ、もうあれかな、個人集団になりつつあるね。そうなんよ、もう個人になろうかな。個人になる？なれるかな？でも俺個人になるって言ったら、ゆうちゃんに、いや、小峰さんは救う命選ぶからダメって言われた。選ぶだろうな。選ぶよ、当然。ムカつくやつ起こすわけないやん。まあ、個人いたしね。あ、消えたダルスのバッグ。なんか、明海くんが店来て、うん、気象人のところってアルバイトとか募集してますかって。してるよね、多分。まずザウに聞いて、ザウはネネに聞けって言って、ネネはあのカナクに聞けって言うから、でももうカナクの手から離れてるよなと思って。うん、まあ、はい、ちょっと責任者と話してみる。まあでも僕的にはいると思う。まあでも武将人の関係者見つけないとな、小峰さんからだとな。いや実際問題無理よ、見つけんと。まあ無理か。警察も見つけてないんだよ。警察が見つけてる重要参考人俺だよ。え、そうなの？関係ないのに。だから間違いなく俺が払う。だからもうファタール、ファンファタールは小峰さんに任した。小峰ファタールってことにしよう、もう表向きは。ミネファタール、ミネファタールで。ウイスウイスバカイです。デッドロックしたい？いや、させていただきたい。ちょうど市長と枠を取り合ってて、はいはい、脇くん VS 市長なんだよね。あ、じゃあ全然いいっすよ、市長。いやいやいや、そう、え、あ、下がるタイプか。違う、違う、あ、だから、戦って決めてもらおうかなって。どう戦います？チンチロしてもらおうかなって。市長がデッドロックだからきっと慎重するの会社中で行きたいですね。ちょっと何かで勝負しては、市長、じゃあ僕が代わりに振ろう。チンチロ、僕がちょっと今、市長はいない、ショボさんはいるけど市長いないらしくて、うん、ちょっとむず、うん、うん、チンチロ僕が代理でやるよ。あ、お願いします。やった。あ、2ね。いや、ね、戦える戦える、うん、衛星ついてるよね、公平だよね。ついてる。1投目、3の嵐出ました。え、嵐です。3の嵐出ました。はい、3、3つです。はい、我が家の気持ちです、これは。え、何倍付け？これ3倍付けなんで3回やれます。はい、我が家3回までやります。はい、3回はい、3回までやります。はい、じゃあ3時から。はい、お願いします。はーい。ごめん、ショボさん。前立ってポーズ T。ポーズ T。そう、1個1個上がって、1個上がって。で、ザウ、ザウ、ザウ来て、ザウ来て。はい、ザウ。ああ、これあれだ、氷山に当たった後だ。ネネが死ぬぞ。タイタニックってポーズあるし、ザウ。え、ウゾ。やばい、浮いてる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 。ここかな。で、きた。わあ、タイタニックだ。すごい。すごい。すごい。あ。いや、氷山にぶつかる。やばい。すげえ。すごい。ちゃんとタイタニックだ。完璧完璧。完璧だ。完璧だ。氷山だね。あ、危ない。危ない。あ。ねね、落ちない。なあ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 。ディカプリオ。ディカプリオ。ツンツンもやってみて。ツンツンが後ろだったらできるんじゃない？あ、後ろだったら。わかんない。わかんねえよ全然。可愛い。後ろが全然わかんねえよ。ねえ。ねえ。
ねえねえねえ、いい話だったな。なんでなんでなんで違うやん、違うやん、ちゃいますやん。どうしたのザウルス、大丈夫？なんで生きてる？あ、そういえばゲスハンさん抜けたよ。あ、さっき聞いたんだろ。聞いた？うん、らしいだろ。君一応言っとこうと思って。ボーリング場で寝るってね、大学生本当にボーリング場で寝てる。いや、環境も整ってきたし、いや、めっちゃいい環境は正直。猫飼えそう。うん、猫飼える。